あのいわゆる百田新党、この日本保守党とですね、厳然日本がまさかの電撃合体をし、河村たかし名古屋市長がこの日本保守党の共同代表に就任する、現職の市長が共同の代表ということになればですね、露出が格段に増えますから、もう戦略的なウィンウィンの関係、河村たかしさんは、ね、日本維新の会との連携も解消された以上、国政への足がかりを得るためには国政政党とのアライアンスが必要になる。ここでこの勢いがある日本保守党とコラボレーションして、仮に愛知1区から出馬をすればですね、国会議員になれる可能性が極めて高い。で、日本保守党も名前を浸透させたい、比例票もいっぱい稼ぎたいというように、河村たかしさんのようなベテラン政治家、しかも首長ですから、こういう方が広告塔になる、どこの票を食うかっていう問題もあるんですよ。まあ、間違いなく取られるのは参政党さん、自民党の岩盤保守層、安倍総理はよかった、もう岸田総理はダメだという方々は日本保守党に来るので、まあ、自民党も一定数取られますね。まあ、日本維新の会も保守層の有権者支援者いますから、無関係ではないというふうに思いますし、切磋琢磨してね、しっかりと政策論争をしていくしかないかなというふうに思っておりますけども。